ちは、月です。はい、最近ね、ちょっとタックルの紹介をできてなかったので、最近、琵琶湖、池原、あとは、房総、千葉の房総リザーバーだったり、結構いろんな場所に行ってるんですけど、各地でよく使っている最近のメインタックルを紹介していこうと思います。まずですね、ヘビータク、内物は、これを新しく作りました。エクスプライドの 169H に、今理由はメタニウムのハイギア、メタニウム100ネタとのハイギアに16ポンドの黒メンテッドを入れてます。で、これ、普段ね、私スズミムシとか内物とか基本的には NH のロックでやってるんですけど、こういう、今池原ダムに行ってるんですけど、こういう岩盤が切り立ってるところとか、ちょっとハードボトムとか木がいっぱい生い茂ってるようなところ、 NH がちょっと物足りないなっていう時は、私はこの169っていうヘビータックルを使ってます。まずレングスがちょうどいい。大体ヘビータックルってなってくると7フィート超えてくるものが多いと思うんですけど、私はやっぱり6フィート台で収めたい、身長的に。もう私の体にすごい合ってるし、何よりめちゃくちゃ強いです。強いし軽いし、すごく飛ぶし、めちゃくちゃいいです。で、やっぱこういうガビガビしてるところでかけても全然もうすぐ魚が寄ってくるような感じで、すごくパワーのあるロッドだと思います。とにかく、荷物を減らしたい人とか、そこで強い釣りを展開、いろんな強い釣りを展開したい人にはすごくおすすめです。はい、じゃあ2本目を紹介します。これはもう私の動画ではめちゃくちゃ出てきてますし、何回もこの竿に助けられたっていう竿なんですけど、それがフロリアスシリーズの 168MH の LM、 ベリールがアンタレス BC のハイギアに、ラインがクロドリゼットに今16ポンドを入れてます。はい、それはもう相模湖とか琵琶湖もそうだけど、重ための釣りをするとき、重ための巻物の釣りをするとき、例えば今例に挙げた2箇所で両方でも釣れた、こういう重たいスイムジグだったり、あとは2分の1オスのスピナーベイトとかチャーターとか、あとは、こういうノーシンカーだけどサイズが大きいシャトルを使うとき、今もうめちゃくちゃいいです。もう何をしてるか分かりやすいし、チャッターのぐるぐる感とか、こうちゃんとグレードが動いてるなとか、ゴミ絡まってるなとか、そういうのがもう全部わかります。めちゃくちゃ感動っていう、はい、で LM っていうのがローモンジュラスっていって、低弾性っていう意味なんですけど、そのルアーの重みをちゃんと乗せてこうシュッと飛んでいってくれる。すごくキャストがめちゃくちゃ決まりやすい。で、実際私も相模湖で釣りに、あれ結構薄がかりで本当危なかったんですよ。もうネットに入れた瞬間ポロって外れちゃったんですけど、でも低弾性なんで、そういうこう弾かないような作りになってるんで、ああいう危ない時でもちゃんとこうテンションをかけてくる、ラインにテンションをかけてくれるし、バイトが温かくて、この動きについてきて食べるときに弾いちゃうとかよく多分あると思うんですけど、もうそういうのが私は今のところ全く買ってられないし、アマゾンで見つかったんですけど、ああいうこうガッてきたものでも、この低弾性の竿じゃなかった、ああ
方をしてます。でもちゃんと保管です。特にこういうシングルフックの釣りをするときにはすごくおすすめ。もう弾かないです、とにかく弾かないし、保管させて勝手に魚がかかってるっていう感じです。感覚的にみたいな、はい。なので重ための巻物でもなんかいい竿ないなって思ってる人がもしいれば、私はこれを今提供します。それぐらいおすすめらしい。私も今メインで使っているものは一本です。はい、では3本目、一番ごついやつを紹介したいと思います。私が持ってる中で一番いい感じそうです。はい、これはスラプションのカルカッタコンクエスト 300MD ですね。これがエクストラハイギアで、今これ PE を入れてます。 PE の5号、 PE フロロが、まあ、場所によって変えるんですけど、今は60ポンドのものになってます。場所では50ポンドに対して60ポンドに対して、こういう、岩盤がすごく激しい、切り立ってガビ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 してるようなところは60ポンドを使っています。はい、今付いてるのがこのハイサイダーですね。大きいサイズになります。22枚、はい。まあ、ビッグベイトで、まあ、例えば断水の240だったり、あとは、バラム競争のビッグベイトの釣りで反応がない時は、私はハイサイダーを使うんですけど、とにかく岩盤に、当てて、木に当ててっていう、こう、とにかく当てないと意味がないと、まあ言ったらクランクなので、当てないと意味がないので、とにかくロッドは強くないとっていうので、ディスラクションを使ってるんですけど、まあ安心感ありますよね、それは。何が来ても大丈夫だし、木の方を入れても基本的には切れたりは、どえらい無茶しないと全然大丈夫。私このロッドはもうシーバスで結構去年使って鳴らしたんですけど、まあシーバスで使う時も全然こうぐらいの、とにかくパワーっていう竿ですね。で、レングスが78なので、まあ、とにかく飛びます。これは高弾性のロッドなんですけど、まあルアーに重みがあるので飛ぶし、キャストもあるしっていうので、まあ、とにかくこういうクランキングの釣りは岩盤とかタチキとかスタンプとかにもうガンガン当てていかないといけないし、これ結構潜るんですよ。1メーターちょい、1メーター半ぐらい潜るので、まあ、結構本当はね、ローギアの方がいいと思う、ノーマルギアとかの方がいいと思うんですけど、まあ、カルコン入れてる理由はそのトルクも強いし、 X ギアなんですけど、私でも巻き取れるぐらいその巻きやすいです。はい、巻き取りがしやすいので、私はもうとにかく強さが必要、トルクが必要ということでカルクも入れてます。ルアーのロッドのパワーもめちゃくちゃ強い。ただやっぱ筋トレですめっちゃ昨日も結構ハイサイダー投げてる時間多かったんですけど、もう右腕がパンパンになるぐらいだったんですけど、まあでもそんなっていうほどにはやっぱならないです。でもこれぐらい強くないと釣れないので、まあいつか、まだ釣ったことないんですけどね、このハイサイダーで釣ったことないけど、いつかは釣れるかなと思って信じて投げてます。はい、はい、最後はタックルじゃないんですけど、夏これからの時期に絶対に必要なものですね、こちら、はい、アイウェア。もう今はねサングラスかけてないんですけど、本当に日差しが強くて
あの 目も焼けるんですよ。目ん玉も焼けちゃうから、絶対に皆さんサングラスはかけた方がいいと思います。まあ、ほとんどの人がね健康グラスつけてると思うんですけど、まあ、あとこれからの時期ね、その見てくる釣りっていうのがやっぱり多くなってくると思うので、健康が入ったものをおすすめします。まあ、あとは、軽さだったり、あとデザインとか、私は最近ね、いつもこのオークリーのラッチのシリーズ使ってるんですけど、最近ちょっとレンズを変えて少し薄めにしたんですよ。薄めにしたらすごくね、見やすくなったし、やっぱこう物によって自分の見やすいとかちょっと暗く感じるなっていうのは、やっぱ物によって全然、人によって全然変わってくるので、実際に、まあ、外でかけてみて選ぶのがいいと思うんですけども、私はこのなんかね、聞いたところによると、そう、瞳の色と近い方がいいみたいな話を聞いたことあるんで、私はブラウン系が一番合いました。自分の目にはすごく合って、これをこうこれに変えてから、私はね魚を見つけられる回数が多くなります。もしかしたら今まで結構見逃してた魚も多かったのかもしれないと思ったんですけど、まあ、変更グラスね、高い、ちょっとね値段はするんですけど、まあ、これからの時期釣り人には絶対おすすめです。目を守るために、魚を釣るためにも絶対必要なアイテムだと思います。はい、以上がね最近私が使っているタップルと、あとはアイウェアでした。はい、まあ、これからの時期もっともっとこうバス釣りが楽しくなってくる時期だと思いますので、まあ、今紹介したねロッドやリール、まあ、ラインもそうだし、あとはサングラスとか、もし何か迷ってる人とかもしいればよかったら使ってみてください。はい、ということで、本日も最後まで見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。おじゃのー。